皆さん、こんにちは。戦国無双4の7回目の放送となります。今回は、関東の将の第3話、駿河防衛戦をプレイします。いろいろとレベルの低い動画ではありますが、一生懸命プレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第7夜、開幕です。よし、やっていくか。久しぶりにやってきます。無双演武。あれ？おバカだな、カイ君。はい、一人プレイいきます。関東の将で、今回、駿河防衛戦、これをやっていきたいと思います。難易度4年に、行こう。氏康は今川氏真の城の包囲を解き徳川軍を退けた。だが世は乱世、弱肉強食の時代である。まもなく甲斐の武田信玄が上洛を開始、今川との同盟を破棄し今川領の駿河に侵攻した。再度訪れた今川の危機、氏康は氏真を救うべく出陣の準備に取りかかる。戦国乱世は鬼でなければ勝ち残れない。だが氏康はどうしても今川を切り捨てられなかった。関東の将、駿河防衛戦。さてやっていきましょう。今回は小太郎メインで、本当のもたらそうで、パートナーは氏康でやっておこうかなと思います。てめえはブレねえな。またも今川より救援を請う早馬が、事態はすでに切迫しつつあるようです。そんなに待たせねえから死なねえように耐えてやがれと甥っ子には伝えとけ。母。ったく、信玄の野郎がこんなに早く動くなんざ正直予想外だったぜ。今川もいよいよ終わりよな。だあな。ならば捨ておけ。餌を与えておけば虎に噛みつかれぬ。吉本のせがれは身内だ。虎の餌になる前に拾い上げてやるさ。鬼になったのではなかったのか。ふん、邪魔しや。うむ、やっていこう。勝負どうなんだ。まあ、こんなもんでいいかな。じゃあ全部勝です。うむ、あまりわかんないな。武田軍は、あー出たー、2人とも出てますね。いるな、元気だな、いっぱいいるな、やばいな。じゃあ今回は勝利条件としては氏真を守ること、敗北条件は氏康か氏真いずれかの敗走ということで、ね、やっていこう。ねえねえ、カイ君、ついに駿河が攻められちゃうけど何か一言お願いしますぜ。氏真さん、アディオス。とりあえず駿河防衛戦をお楽しみください。もはや助かるすべはあるないの。とりあえず助ければいいんだよ。了解。あそこだ。氏真のやつ、戦う気力をなくしてやがる。さっさと助けに向かうぞ。もう今川は終わりだ。我らはこれより武田に着くぞ。あらら、裏切りが出ちゃった。今川を裏切った奴らを片付けないと氏真の退路を確保できねえな。あ、
わかった、アヒーナさんとセナさん倒します。顔を言わするなよ、氏真さえ助けられりゃ十分だ。氏真のとこ行ってもらおうか。仕方ねえな、仕方ねえなって言われてた。敵襲壊れた。いくよ。アウトラム、今武田と戦ってるってことは徳川に行くことにしたの？あの、こんな場所で率直すぎる質問は。お、いや、岡田さん、今回味方が良かった、良かった。お、うまく攻撃できたね。今川にはここで滅んでもらいよ。マジか。了解です。武田勢が迫ってきたの。これで唯一終わりじゃの。あの鳥は、とりあえず守んなきゃな。うちだねと、うち休むか。急げ。わかったわかった。頼むわ。いいだろう。急げ。指折りの大国だった今川が鬼どもの食い物にされちまうか。せめて今川の御城くらい助けてやらないと吉本の野郎も浮かばれねえってもんだ。ドアホーが。おお、倒した。早いな。オッケー。じゃあ先行、先行手配じゃないや。こちらから行って攻めてくるか。そうだよ、助けたんだよ。う、氏康おじさま、この子を決して忘れな。ごちゃごちゃぶっちゃべってねえで、さっさと引き金。氏真様、お早く。敵は拙者が食い止めまする。山頂にいる雪村も出しちゃおうかね。解剖。なんで雪見はこの時代にいるんだよ。おー、それを言うと、いろんな武将も同じことが言えるし、細かいことは気にしないようにしないと。山道に引きずり込んどけ。わかったわかった。頃合いじゃな、のろしをあげよう。おお、武田からの合図じゃ。約定通り、我らは武田にお味方も。ゲー。 あの者らまで裏切っておったか。ノーだな、もう。え、こうやピンチな。ちょっと小太郎行け。いいだろう。という強さよ。素晴らしい武勇、見とれてしまいます。ごはん、行け。良い働きだ。見ているぞ。あー、雪宮来い。来た。もののふの魂、この槍にて貫かん。ここでいいのかな。オッケー。うまく誘い込めたか。これでせがれどもが来りゃ。父上、ただいま到着しましたぞ。敵か、浅め打ちにせよ。あ、待って、雪まで行かないでくれ。背後を取られた。
ど、今のうちに倒せばいいんだね。運が向いてきやがったぜ。こりゃ少し欲を出しても良さそうだ。勝利条件変更。強い。すごいな。まずは山頂を奪っちまえ。わかりました。藤安はこっちだな。敵将撃っちゃっといたぜ。おやっと敵将壊れた。これ勝山さんっていうのかな。叶う相手ではなかったか。あ、裏切るのはあまり良くないから、ね、神さんと家族のためなら永遠やからだ。これやっと敵将壊れた。いくよ。マイルか、身の程知らずね。グハー頼む、土屋さんお願いだ。あれ、この土屋さんって聞いたことあんな。知ってるぞ。土屋正嗣、真田丸にも登場したキャラだね。武田家家臣で武田二重師匠の一人らしく、長篠の戦いで壮絶な死をした人だよ。オッケー。生きて帰ってこられたの。おでらしいな。なんか今川氏真を見ていると海君を思いつくな。そうかもしれないな。話を聞いていると、なんか自分自身を聞いてるみたいな感覚になるな。神さんと家族のためなら、永遠やからだ。オッケー。敵将壊れ。山頂を取っときゃ武田本陣の動きがよく見えるはずだぜ。ナイスですよ。いいよ。ここで止まるわけにはいかない。穴山さんがいる。全軍進め。わしも出る。真剣には出るか。お役の様自ら。なるほど、お役の様をお支えすべきに言ってある。自ら撃って出やがったってのか。こっちにすりゃどうすんの。裏回って本陣をついてやれ。しつけてやる。開門。わかった。信玄とこ行けばいいんだね。開門。そこら辺の敵は残らず片付けとけよ。OK。 まずい。あー、くのちいる。ちょっと待って、宇治安のおじさんこっちで。これで後輩から責められる恐れもなくなったわね。親方様、お待ちくだされ。大将自ら出るなど危険ですぞ。平凡。ちょっと待った、待った待った敵将壊れた。死ぬから誰に住んでやる。で、遊ぼう。ダメだよ。ベース倒すぞ、この位置。
危ういやつだな。オッケー、敵襲壊れた。そろそろ次の仕事あるんで。いいだろう。いや、ここを北上していけばいいんだよ。非常に勝負いたせ。米倉さんごめんなさい、ゴルフのように倒す。フォアホーム出直してきやがれ。急げ。あ、そんな、ちょっと待って、今焦るからゆっくり。さんと家族のためなら縁やからだ。敵の奇襲か。フォアホーが出直してきやがれ。よし、震源、あーもうダメだったか。敵だー、工場の奇襲だぞー。バイタかー。ゆっくりしすぎだよ、カイ君。ちっ、感づかれちまったか。やはり奇襲狙いだったか。本陣を落とさせはしない。げっ、わかった、倒す。なすべきことをなさねばならぬ。開門。今行くよー。ノブイキ倒す。行け。良い働きだ。見ているぞ、ウジラス。あれ、タツーじゃん。気づかなかった。強いな。ここは引くぞ。ここは譲るな。いざ参る。なんか宝箱っぽいのがあったと思う。あー倒すぞ。かわしそうに。真田のブリキを倒しました。あとは武田信玄を倒せば勝ちです。さあもう一踏ん張りですよ。全員倒すか。全員倒そう。敵襲混沌に沈んだ。うるはなんだか。頼りにするぜ、お化けさんよ。お化けさん頑張るよ。オッケー。お化けさんって風魔小太郎のことだよ。
熊さん頑張ってるからね、本当にね。大阪さんがいた。巡り会えた。人間と僭越ながら根性を使わせる。一人で出過ぎちゃ危険ですって。危険は承知されど、とどまっておる暇はない。せい救援コウ。分かってる、ちょっと宇治康がピンチ、避難させるぞ。ガチが開かねえ。援軍の納め時か。譲れぬものがこの俺にもあるんでね。王道をなすためなら、わし鬼でもいいよ。ここで倒す。これで神経も終わりかな。あれ神経、うわ聞いてねえ。敵将混沌に沈む。うわー強えなー神経。俺の焼きが回ったもんだ。その武勇あやかりたい。クマさん後ろだ。あと少しだ。ナイス。氏真を死なせねえで済んだか。さて用は済んだ。さっさと引き上げるぞ。はい。あれ姫様どうかしました。乱世を言い訳にしない。これがお父様の戦い方なので。風魔さんが徘徊しているのは気になりますが、勝ててよかったです。あでまあ3つのミッションがまあいいか、やるわ。ミッション2万いくんじゃない。あ2万どこか、3万近くいった。わお伸びた。レベル8までいったな。おお、いいね。おお、強いね、いいね。そして新しいアイテム。親方様は乱世の鬼を肯定するようなこと言ってたのに、最後まで今川を見捨てませんでしたね。お父様も鬼になる覚悟は持っている。でもお父様は鬼じゃない。乱世を言い訳にして鬼に落ちないように必死に踏ん張って戦ってるんだわ。だったら姫様、私たちも。というわけで、今回はここまでだよ。このコーナー、自由にお話しする時間です。ごゆっくりお楽しみください。それでは、スタート。今回の戦で今川家が滅亡しちゃいましたね。わかっていますが、ちょっと寂しいです。まあ、武田信玄に徳川家康が相手じゃしょうがないね。海君が氏真なら、どう対応するかい？徳川家康に降伏するかも。僕には乱世は無理だよ。氏真よりもヘタレ発言だ。まあ、海君らしいな。正直に話したご褒美として、アメちゃんあげる。うっほほーい、アメちゃんだー。うまい、うまいの。そして話は変わり、武田軍の勢いが盛んですね。このまま北条領に来なければいいのですが、大丈夫でしょうか。上洛するとか言ってるから来ないとは思うけどな。大丈夫だとは思うけど、次回に期待しよう。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。じゃあねー。